正午の月給取り。昼飯時、東京駅の八重洲口を出たあたりを歩いていたら、ぞろ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 出てくるわ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 、月給取りの昼休み、プラリプラリと手を振って、後から後から出てくるわ出てくるわ出てくるわ。中原中也の時代からサラリーマンの昼休みの歩き方は少しも変わらないらしい。この市の時代から50年経った今も、プラリプラリと手を振って昼飯を食いに出かける。昼飯を食いに出かけるサラリーマンの歩き方はビジネスの時の歩き方と明らかに違う。例えば朝駅から勤め先に向かう歩き方と全然違う。営業に向かう歩き方とも違う。ビジネス用の歩き方と飯食い用の歩き方とを区別しているのである。同じ昼飯時の歩き方でも、行きと帰りとではこれまた微妙に歩き方が違う。一般的に行きと帰りとでは肩の高さが5ミリ違うと言われている。ビジネス街の昼飯事情はどこも同じで短期決戦。多少の行列は覚悟の上となれば、行きは当然いくらか緊張している。緊張して肩に力が入った分、帰りより肩が5ミリ高くなる。肩の高さばかりでなく、歩行速度、呼吸数、脈拍、眼底血圧などもキロより行きの方が高いと言われている。一度しかるべき研究機関に測ってその差を調査してみたらどうだろう。意味ないか。サラリーマンの昼飯は3、4人連れというのが多いようだ。3、4人プラリプラリと手を振って意中の店に向かう。意中の店の前に来ると、3、4人の中の一番偉くないのがつと進み出て、のれんを軽く持ち上げ、店内の混雑状況を偵察する。あとの2人はそれに準ずる距離に位置し、一番偉いのが一番後ろで、両手をポケットに突っ込んで、石膏の報告やいかにと待ち構えている。石膏がダメのサインを出すと、そのポーズのまま次の店に向かう。いつも行く店はだいたい決まっていて、第一志望、第二志望、補欠、あるいは準入選というふうに移動していく。OK となると、直ちに店の外に展示してある生サンプルの検討に入る。こういう店のランチのサンプルは生が多い。もちろん似てある生で、つまり本物、食べられるやつですね。僕もサラリーマンの方々の肩越しに生サンプルを検討し、本日のサービス、天ぷら定食650円を入選と決めた。いわし丼730円にも心を動かされたが、こちらは準入選とした。店内は大混雑。前の客の食器がそのまま長いテーブルに放置されたままだ。本日はサンマ定食が大いに売れたらしく、テーブルの上にはサンマの骨の乗った皿が延々と続いている。細長いテーブルの 両側に10人の客が取り付いている。そういうテーブルが4列、隣のテーブルと客は背中合わせだから、従業員はテーブルとテーブルの間に入っていけない。したがって客が順送りに食べ残りの食器を送り出す。従業員から雑巾を借りてテーブルの上を拭く。みんな心得たもので、合宿あるいはコンパの雰囲気だ。僕は一番奥の席に座って天ぷら定食を食べ始めたのだが、食べていてふと気がついた。出るときどうしたらいいのか。天ぷら定食はイカが2個、エビ、ナス、芋が1個ずつの計5個。揚げたてで十分熱く、この他に半丁ほどの冷ややっこ、しじみの味噌汁、
おしんこ、たくあんにがついてこれで650円。東京駅の近くでこれほど安い店はあるまい。食べ終えた僕はしばらく迷った後、意を決して立ち上がり、すみませんと声をかけた。僕の側の4人が心得てるという感じで一斉に立ち上がった。そのうちの一人は味噌汁のお椀を持ったまま立ち上がり、そのまま寸暇を惜しんですすっている後ろを、さらにすみませんと声をかけて通りかかると、その人は味噌汁をすすりつつ、うんとうなずいてくれたのだった。人間やろうと思えばいっぺんにいろんなことができるものなのだ。その店を出て細い路地を歩いて行くと、今しも一軒の店から4人連れが出てきたところであった。その店は地下1階にあり、フグなどという文字も見える高級店である。階段を上がってきた4人は、地上に出た途端、そのうちの1人を3人が取り囲んで、一斉に頭を下げた。僕はそれを見て、この4人のうちの誰がおごり、誰がおごられたかを一瞬のうちに判断することができた。まるで私がおごりました、私らがおごられましたという関係を世間に発表する発表会みたいだ。一人は深く頭を下げた後、微笑みつつ右手で頭の後ろをしきりにかき、もう一人は頭を下げた後、右手でてへっというようにおでこを叩きそうになりつつも、かろうじてこれをこらえ、そのまま手のひらをひらりと返して、右下方に軽やかに下げていって、それに左手も伴わせるという、まるで日本舞踊のような仕草をするのであった。あとのもう一人は頭を下げた後、階段新大部の店を振り返って覗き込み、どうも大変な店をご馳走になってしまってという思い入れで大きくうなずき、その店の偉大さをたたえるようにさらにうなずくのであった。そうした動作をしつつ、この度はとか本当にどうもなどの言葉を口にし、セリフ付きパントマイムとでも言うべきものを演じるのであった。おごった方はそうした一同を、馬をどうどうとなだめるように手で制して歩き始めると、三人は直ちにそれを追尾するのであった。しかも追尾の順は偉い順という、あくまでも秩序を守る形で帰っていくのであった。